皆様こんにちは本日は新関西国際空港株式会社様より事業概要や財務状況などに加えまして今年度から発行しているソーシャルボンドについてお話を伺ってまいりますスタジオには新関西国際空港株式会社矢吹様にお越しいただいております矢吹様どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします それでは早速ですけれどもまずは御社の概要から教えていただけますか。はい当社は関西国際空港と大阪国際空港通称は伊丹空港ですがこの2つの空港を管理する法人として2012年に設立され国土交通大臣が92%財務大臣が8%の株式を保有する国100%出資の法人となっております。政府との関係におきましては 空港の機能強化に必要な措置を行うことが国の責務として根拠法の方に明記されており事業計画や社債発行長期借り入れに関する認可政府保証債の発行や過去には政府補給金が交付されてきたことなど当社の事業運営に対する国からのサポートは非常に力強いものになっていると認識しております。 えー、関西空港は国際線そして伊丹空港は国内線のイメージがありますけれどもそれぞれの特徴についても教えてくださいわかりましたまずこちらをご覧ください関西空港は伊丹空港の騒音問題を教訓に海上空港として立地場所を決定しましたので京阪神地域からはやや離れた場所にございますただ鉄道や高速道路の利用により主要都市からおおむね1時間あれば到着できますので 空港へのアクセス時間という点ではそれほど違和感のないものになっております北に位置します伊丹空港は大阪都心部に近接しており人口集積地である京阪神地域からのアクセスが非常に便利になっておりますそれでは各空港の特徴を説明いたします1994年に開港した関西空港は2007年に2本目の滑走路をオープンしたことで4000メートル級の複数滑走路と 完全24時間運用を併せ持つグローバルスタンダードにかなった国際拠点空港になっております2017年1月には第2ターミナルビルを供用開始し訪日外国人の受け入れ体制の強化に努めておりますこちらは外国人の出入国者数のシェアを空港港別に見たものです外国人の方がどの空港などから出入りしているのかを表しています 左上全体のシェアを見ますと、水色の成田空港が最も多く、次いで青色の関西空港となっています。出入りする約4分の1が関西空港をご利用いただいています。右に挙げております東アジアの国地域のうち、中国、香港、韓国についてはいずれも関西空港が最大の受け入れ空港となっています。続いて関西空港が持つ外国人旅行客に対する強みを紹介します。 まずは距離が近いという点です資料をご覧ください成田羽田といった首都圏空港と比較すると韓国・中国・台湾といった東アジアの主要都市から地理的に近いため飛行時間が首都圏よりも1時間ほど短く航空運賃も安くなりより気軽にご来訪いただける状況にありますまた関西には訪日外国人に人気の観光スポットが多いことも強みです 世界最大手の旅行口コミサイトが毎年発表しているランキングでも上位に多数ランクインしており、観光庁が調査した観光レジャー目的での都道府県別訪問率でも1位の大阪府をはじめ、関西の府県が上位に複数ランクインしております。次に、伊丹空港の概要でございます。この航空写真の通り、人口集積地の真ん中に位置しておりますので、航空機が 離発着できる運用時間を朝7時から夜9時までに制限し1日の発着枠も370回を上限とするなど騒音対策に繊細な対応が求められております一方関西の中心部である大阪梅田から30分という立地にあり非常に利便性の高い都市型空港として多くのお客様にご利用いただいておりますなお関西空港開港後は国内線専用となっております ありがとうございます、えー。ところで、関空と言いますとコンセッションという言葉をよく聞きますけれども、これはどういったものなんでしょうか。はい、当社が実施しました事業運営権の売却、通称コンセッションについてご説明させていただきます。コンセッションとは、関西空港と伊丹空港における各種事業を行う権利を第三者に売却し、民間的発想によりさらなる空港の成長を実現するとともに。 その売却代金で既存債務を返済していくものであり法律で実施が定められたものです実施の背景ですが関西空港の見立て建設に事業費を費やした結果巨額の負債を抱え毎年多額の利払いが発生しておりましたこのため空港利用料がアジアでも高水準となり利用が低迷したことに加え国際競争力協会に向けた前向きな投資も困難な状況となっておりました そこで、まず収益局のある伊丹空港と一体運営とし、さらにコンセッションを実施することで、債務の早期かつ確実な返済を行い、合わせて民間の知恵を活用した前向きな投資の実行及び競争力収益局の強化を図りました。2014年に公募を行い、2016年から4。4年間2。空港の運営権を関西エアポート株式会社に売却しております。なお？ 関西エアポート株式会社は日本のオリックスとフランスをはじめ世界で合計35空港の開発運営を行っているバンシーエアポートが中心となり他に関西の有力企業30社と一緒に設立した特別目的会社となっております。コンセッション後も空港は我が国の重要なインフラとなっておることから滑走路やターミナルビルといった資産は引き続き当社で保有しております。また、 運営権者である関西エア,アポート株式会社による空港運営の適切性を確保するため、当社にてモニタリングも実施しております。はい、ありがとうございます、えー。コンセッションについて理解が深まりましたが、債権を購入される投資家にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。コンセッションの効果として償還原資の安定化が挙げられます。左側がコンセッション前の当社の姿。 右側がコンセッション後の当社の現状を表しておりますこれまでは図の左側の通り当社が両空港の運営を行い左下にありますように事業収入が変動したり設備投資をどれだけ行うかで償還原資に波が生じる状況でしたコンセッション後は運営権を売却することで関西エアポートが両空港の運営を行い当社は運営権対価の支払いを受けてモニタリングを行うスキームに変わっております この結果右下にありますように収入は毎年定額373億円の運営権対価となり設備投資は関西エアポートが行うため当社の支出は人件費といった所費や利払い税金のみとなり毎年同程度の償還減収を確保することができるようになりました。次にコンセッション後の当社債務の償還確実性についてポイントを3点挙げております。1点目は 事業リスクの移転と安定した収入の確保です航空産業は様々な情勢等の変化で需要が落ち込み収益が悪化するリスクがありますコンセッション後は当社はいわば親業に特化し関西エアポートから毎年一定の運営権対価が収入として入ってくるため安定した収入の確保が可能となります債務返済の確実性・安定性が向上し 自ら運営している他の空港との差別化が図られたものと考えております2点目はモニタリングを通じた空港運営状況の的確な把握ですコンセッション後の空港運営は関西エアポートが行いますが当社は民間運営の実践を尊重しつつ事業計画、業務報告、財務情報等に係るモニタリングを通じ空港運営状況を的確に把握できる体制となっております 3点目は国策としてのコンセッションの実施と国100%出資形態の維持です法律で必要な措置の実施は国の責務と規定されているとおりコンセッションは法に基づく国策として実施しているものです当社は国100%出資という原形態のまま存続するため当社の国との距離感はこれまでと変わるものではありません以上3点が当社債務の償還確実性を示しているものと考えております コンセッションの実施によって償還原資が安定化し既存債務の償還の確実性が増したことは投資家にとっての大きなプラス点となりますねではその他何か関西エアポートに対しての取り組みがあれば教えていただけますかはい主に防災機能強化対策事業と T1 リノベーションに関する事業に支援を実施しておりますまず防災機能強化対策事業ですが 2018年9月の台風21号の被害を受けて関西エアポートが具体的な事業内容としては碁盤のかさ上げや電源設備の地上化などがありますが対策を迅速かつ着実に推進するため当社の支援も必要と考えこちらの事業で完成した資産を当社が買い取ることによって費用を負担することを決定いたしました。 関西エアポートの安定的な運営につながるよう当社としても完成物を速やかに買い取りできるよう準備を進めているところです。なお当社の支援としては事業に要する費用の約半分を負担することとなりますが当社が負担することについて国からも支援いただいているということで財政融資1500億円が2019年度に一括して国から当社へ措置いただいております。次に T1 リノベーションに関する事業ですが2025年に開催予定の大阪・関西万博に向けて国際線旅客の受け入れ容量拡大のため関西エアポートが関西空港のターミナル1のリノベーションを行っております具体的には保安検査場の処理能力の向上や新型コロナに対する過密化対策などがありますが空港機能強化を着実に進めるため当社の支援も必要と考え こちらについても防災機能強化対策と同様に出来上がった資産を当社が順次買い取ることによって関西エアポートを支援していくこととしておりますなお事業に要する費用の一部を当社が負担するために国から2019年度に引き続き2020年度についても財政融資2000億円が一括して当社へ措置いただいておりますまたスライドではご用意しておりませんが 直近では関西エアポートが脱炭素化事業として、関西空港と伊丹空港の航空投下を LED とする事業を進めております。こちらについても、2021年度に国から財政融資200億円を一括して措置いただくことにより、関西エアポートを支援していくこととしております。はいえー、コンセッション後も政府や新幹空が関西エアポートをしっかりと支援しているということですね。 えではコンセッション後の経営や財務の状況というのはどのようになっていますかはいこちらの資料をご覧くださいこちらは当社の直近6カ年の経営成績の概況です2021年度の状況ですが営業収益は主に運営権対価収入などにより542億円営業費用は主に減価償却費固定資産税等のコース交換により394億円 営業利益が148億円、経常利益が75億円親会社株主に帰属する当期純利益が7億円となっておりますコンセッションの効果により2021年度においても営業収益の大部分を占める運営権対価収入を着実に得ており2022年度以降も当社債務の償還が順調に行われることを見込んでおります債務残高の推移になります 開港時有利子負債で1兆762億円あった残高は二期棟の建設もあり2004年度には有利子無利子合わせて1兆4525億円にまで膨れ上がりましたがその後は減少し2016年度には1兆円を切りました支払い利息につきましても開港当初は548億円残高ピーク時で245億円ありましたが徐々に減少しております これまで債務残高が右肩下がりに減っている状況でしたが、先ほど申し上げたとおり、2019年度と2020年度に財政融資資金が国から措置されたという特殊要因により、足元では債務残高が一時的に増加している状況となっております。ですが、これはあくまでも特殊要因ですので、2021年度以降はまた当社計画通り順調に減少していく見込みです。 え、御社はコンセッションの実施によって償還原資が安定化されているということだと思いますが、運営権体化を支払っている空港側の運営状況はいかがでしょうか。では、ここからは空港運営は関西エアポートが行っていることから、直接的に当社への業績に影響を与えるものではありませんが、ご参考までに空港の運営概況についてご説明いたします。表左側が関西空港となっております。 赤文字河川部は開港以来最高値を示しており2019年度は航空機発着回数が過去最高の19.6万回で9年連続前年を上回っております航空旅客数は新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により過去最高であった2018年度からは減少しております表右側の伊丹空港につきましては新型コロナウイルス感染症拡大前までは発着枠の上限があるため 発着回数、航空旅客数ともにおおむね横ばいで推移しておりましたがその後減少となっております足元では国内線の航空旅客数は新型コロナウイルス感染症拡大前の8割程度まで回復しており国際線についても先月から政府による水際対策が緩和されたこともありこのまま影響が落ち着けば過去の SARS 新型インフルエンザ等の時と同様に回復し2025年には 大阪関西万博の開催も控えておりますので長期的には航空需要は引き続き伸びていくのではないかと考えております、はい、債務残高や支払い利息がピーク時から大きく減少しておりコンセッションの実施後も着実に減少しているということが分かりますねさてこれまでいろいろとお話を伺ってまいりましたけれどもそろそろお時間も迫ってきましたので最後に御社債の特徴をご説明いただけますかはい 初めに、当社のソーシャルボンドについて説明します。当社の行う事業は我が国の国際競争力強化関西経済の活性化に資する社会的意義を有するものと考えておりステークホルダーの皆様に社会的意義を発信する目的へ2022年6月にソーシャルボンドフレームワークを作成し外部評価機関からセカンドオピニオンを取得しました。当社の作成したフレーームワークは、いくまが定める、 ソーシャルボンド原則2021に基づいて作成しており、社債で調達した資金は、主に関西空港整備にかかる債務の返済や、関西エアポートが行う防災機能強化対策事業、T1 リノベーション事業の支援等に充てられます。最後に当社が発行する社債の特徴や商品性について説明します。政府との強い一体性、法律に基づく一般担保の付与、 大手格付け機関三社からの高格付けの取得などいずれも高い信用力を示すものとなっておりますなお当社は2019年度まで毎年財政投融資の制度である政府保障債の発行や財政融資資金の借り入れが認められ財政投融資を活用する機関であったことから当社の発行する社債は市場で財投機関債と呼ばれておりましたしかし当面は財政投融資を活用する予定がないため 2022年度に発行する社債は在当機関債という位置づけではなくなりますただ社債の位置づけは変わるものの先ほど申し上げた当社債の特徴や商品性は何ら変わるものではないと考えております、はい、ありがとうございますでは最後に投資家の皆様へメッセージをお願いいたしますはい、当社は関西国際空港と大阪国際空港の管理並びに航空旅客商業 貨物等の施設の管理を一体的効率的に運用することにより日本の航空需要の拡大、国際競争力の強化、経済の活性化に寄与すべく事業を行っており両空港周辺の環境保全・改善にも取り組んでおります引き続きご支援いただきますようよろしくお願いいたします本日は新関西国際空港株式会社矢吹様に事業概要や財務状況 さらに今年度から発行しているソーシャルボンドについてお話をお伺いしました矢吹様本日はどうもありがとうございましたありがとうございました